日本の文化や制度を蝕む声への苦言。こんな要求に譲歩する多様性など断じてお断り、がネットで話題。内容はこちら。日本の文化や制度を蝕む声への苦言が話題のようです。では、内容を見てみましょう。カエラギ。夫婦同姓反対、戸籍制度反対、国旗掲揚反対、国家斉唱反対、除夜の鐘反対。日本人ならば、生まれながらに当たり前に存在して馴染みある制度や文化なのに、なぜか突然苦痛で心を病み、絶対やめてと発狂する方々が続々発生している。こんな馬鹿げた要求に譲歩する多様性など断じてお断りですよ。ネタうよ。最近ではこれをつぶやくとヘイトと言われてしまう。嫌な時代だね。本当嫌な時代ですよね。では次に、ネットユーザーの声の一部を見てみましょう。まずはこちら。日本人にとっては不変の文化です。全部日本の心です。絶対捨てられない。私たち日本人が彼らに合わせる必要性はなし。同感です。鬱陶しい人たちです。日本の伝統や文化は日本人で守り抜きましょう。次はこちら。多様性のくせに日本文化だけ否定とかわらわら。答えは一つ。この国を壊したいだけ。壊すためならば手段を選ばないだけ。本当に日本から出て行ってほしいです。多様性じゃなくて日本の文化否定ですよね。意味わかって使っているのでしょうか。普通に考えて日本を壊すための多様性にしか見えませんよね。次はこちら。除夜の鐘反対とか、引っ越してくる前にお寺があることぐらいわかるだろうと思っちゃいます。発狂している方は日本人じゃない方と思います。日本人は除夜の鐘反対などという声は絶対にあげませんからね。お察しですよ。最後はこちら。このような日本文化に異議を唱えて反対する人たちは、間違いなく日本が嫌いなんだろうなと私は思っています。嫌なら他国へ移住するのもありかなと。なのに、自ら行動も起こさず、日本の制度を変えることに必死になって居座り続けるのか疑問を感じますね。日本が嫌いなら日本から出て行ってほしいものです。結論。古くから続く日本の大切な伝統や文化を、後から来た人たちに多様性という都合のいい言葉を使って変えられる筋合いはありません。日本人にとって変えていかなければならないものは変える必要性はありますが、変えてはいけないものまで変える必要性はありません。日本の伝統や文化を蝕む声には、断固反対の声を上げ続けましょう。ご視聴いただき誠にありがとうございました。まだチャンネル登録がお済みでない方がいらっしゃいましたら、チャンネル登録していただけますと、今後のチャンネル運営継続と質向上のための励みになります。ぜひ、この機会に、チャンネル登録のほど、どうぞよろしくお願いいたします。